どうも高井です。新 PR 戦略、不況な時代の売れる策略っていう話をしたいんですけど、この PR 戦略の対象となるのはなかなか変わらない定着した習慣や思い込みによる行動、公や社会性の担保編の話をしたいんですけど、家事をしないインドの父さん、150万人の父親を動かした P&G の戦略 PR、 これは社会的問題を取り上げることで PR につなげる非常に分かりやすい例だ。家事をしないインドの父さんにスポット当てた P&G の洗濯洗剤アリエルのシェアザロードというキャンペーン、いわば洗濯家事負担を夫婦でシェアしましょうという意味です。まず前提として知っておきたいのは、インドのお父さんは本当にちっとも家事を手伝わず、家から帰ってきたらまずはチャイでしょう。それは何かという状態なので、この公の問題に目をつけ、 YouTube などで動画を流したり SNS を使ったりとウェブ上での仕掛けを主軸とし、最終的にお父さんたちに意識改革をしてもらうと狙いだ。動画ではまず母親たちが家で仕事をしている、娘の話をしている、娘の仕事は忙しくてね、お母さんよりも高級鳥みたいなのよ、私たちのことは大違いよね、そんなたわいのない話をしていると奥からお婿さんの叫ぶ声が聞こえてくる。ねえ、僕の緑のシャツなんで洗濯してくれないの。一斉に振り返る母親たち。そこで次のメッセージが出てくる。なんで洗濯は女だけの仕事なの。インドも女性の社会進出が進み、高学歴高収入の女性が増えた。にもかかわらず家事は全て女性の仕事、まるで日本と同じような現状がインドにもある。つまりこのキャンペーンは男性の家庭進出を促進するのが狙いなのだ。この政策というか戦略に、ね、取り組んだ結果、 SNS 上でインドのお父さん約150人が選択します宣言するまでになったという。だから文化を変えてしまうという意味でもこの強力な戦略を、ね、使ってみていかがでしょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。